デニス・ビールマン、デニス・ビールマン、デニセ・バイルマン、1962年12月11日イ、は、スイス出身の女性フィギュアスケート選手。1980年、レイク・プラシット・オリンピック女子シングル4位。1981年世界フィギュアスケート選手権、優勝。フィギュアスケートの有名な技の一つである、ビールマン・スピンは、彼女にちなんで名付けられたものである。 デニスにフィギュアスケートを手ほどきしたのは母ハイジュビールマンであった。ハイジは趣味がフィギュアスケートでフィギュアスケートのスターを夢見ていたが8歳の時に戦争が始まりスケートができる環境ではなかった。大人になってからようやくスケートができるようになり娘二人たちをスケートリンクに連れてきていた。姉シルビアとデニスはこうして幼い頃からスケートに慣れ親しんでいた。 デニスはスピードを全く怖がらず、どんどん上達していった。六、七歳の頃にはデニスは、スケートの虜になっていた。六歳の頃、母親に正式に、フィギュアスケートを習いたいと言い出し、母親は、ベテランコーチの夫をヒューギンの元に入門させた。父親は、技術者、母親は、電信技師で彼ら二人で、リンクのレンタル代、コーチ代、 衣装その他の費用はまかないきれず、母ハイジは新聞配達もして家計を支えた。デニスの才能はすぐに開花し、ジャンプで目覚ましい発達を見せる。12歳で4種類の3回転を飛んでいた。コーチのヒューギンは世界チャンピオンになる才能があると思っていた。しかし彼女は当時高い比率を占めていた規定が苦手であった。 1976から89年の評価方法は、規定3割、ショート2割、フリー5割であった。デニスのホームリンクは、チューリッヒのドルダースケートリンクであったが、屋外リンクであるため風で体が揺れて集中して、規定の練習は難しく、30分ほどしかできない状態だった。また、デニス本人も、規定の練習が嫌いで、積極的に時間をフリーの練習に割いていた。 11歳の時に得意のジャンプでスイスのジュニアチャンピオンになる。その後も勝つための練習よりは見ている観客が楽しめる表現を追求していった。ジャンプだけではつまらないと独創的なスピンをやろうと思い立つ。デニスは9歳から12歳までアクロバット体操を習っており、その時に人並み外れた柔軟性を身につけていた。現在のビールマンスピンのポジションもでき、 それをリンクの上で試してみようということになった。しかし、回転しながらそのポジションを取ると遠心力が働き、非常に難しい。そのため、筋力トレーニングも取り入れた。努力の甲斐があり、スピンの速度は、どんどん速くなっていった。ビールマンスピンに取り組み始めて2年、14歳で1977年、ヨーロッパフィギュアスケート選手権に出場し、初めて、 ビールマンスピンを披露する。観客からは大きな拍手で受け入れられ、ジャッジの評価も技術点で9人のうち5.9が2つ、5.8が5つ、5.7が1つ、5.6が1つで高い評価を得たが、芸術点は5.5が1つ、5.6が3つ、5.7が3つ、5.8が1つ、5.9が1つと評価が割れた。規定は12位であったが、 最終的に6位まで順位を上げた。当時同時代に活躍していた日本の渡辺恵美は評価が割れた理由を次のように述べている。ビールマンスピンを綺麗でないという審判もいただろうし、すごいなと積極的に評価する審判もいただろう。当時はスケート選手もそんなに大胆なポジションを取らなくてもという意見が多かった。渡辺本人はすごいものに踏み込んでしまったな。 と思って見ていた。また、無理な姿勢、危ないということで危険度も高いし、もしかしてこの技も禁止になるかね、くらいにしか思わなかった。デニス本人は審判のことを気にしていなかった。観客が喜んでくれれば、それでいいと考えていた。その後もデニスは、黙々と筋力トレーニングを続け、スピンとジャンプを中心に技術に磨きをかけていった。 母親もコーチもデニスに無理強いせずにやりたいようにやらせていた。ビールマンスピンを披露した翌年の1978年ヨーロッパフィギュアスケート選手権で女性として初めて3回転ルッツを成功させた。そしてまたビールマンスピンを披露した。前年よりも回転スピードがさらに速くなり足はさらに高く上がっていた。技術点で満点の6.0が一つ出た。 しかし芸術点では5.9が4つ、5.8が1つある。ものの5.5が2つ、5.6が2つと前年よりも、よりはっきりと評価が割れていた。最終的に4位になる。ビールマンスピンを披露したことと順位を上げていったことで、デニスの注目度は上がり、何しもの雑誌に特集が組まれることになった。デニスはやりたい練習は何でもやった。 バレエのレッスンにも力を入れた。1980年のレイクプラシッドオリンピックで金メダルが狙える選手ということで国から年間200万の強化費が出ることになった。それまでスイスはフィギュアスケートで金メダルを獲得したことはなかった。デニス本人も世界チャンピオンになれば引退してプロ選手としてやってけると考えるようになる。しかしデニスは レイクプラシットオリンピックの1ヶ月前のヨーロッパフィギュアスケート選手権で転倒する。ステップのパートでつまずき、その試合を棄権してしまう。そのことはスイス国内で大きく報道された。デニスが自分の足につまずき転倒。その失敗でデニスは精神的に追い詰められ、スケートをやめることすら考えていた。父ハンスはなぜそんな深刻に考えるオリンピックは オリンピックゲームと言うだろう失敗しても世界の終わりじゃあるまいしゲームだと考えればいいんだよデニスはその言葉に救われてオリンピックに出る。1ヶ月後のレイクプラシュトオリンピックでは規定12位と出遅れたがショートは2位フリーは1位と追い上げて総合で4位に入賞したフリーではビールマンスピンを披露技術点で5.9が3つ5.8が6つ 芸術点は5.6が2つ、5.7が2つ、5.8が5つとまだ完全に高い評価にはならなかった。4位に終わったが、思わぬオファーがあった。ホリデー・オン・アイスから次の世界選手権で優勝したら、契約するというオファーである。ベニスは初めて勝つための練習を始めた。ヒューギンコーチはドイツから規定の、第一人者であるジャック・ゲルシュビラーを呼び寄せて、規定を特訓させた。 もう一つの課題は、ビールマンスピンで、ジャッジー全員から高得点をもらうこと。デニスはより回転を、速く、より足を高く上げて、さらに、スピンを進化させていった。1980から81シーズンは、NHK 杯で、カタリナビットを振り切って優勝、スイス選手権でも優勝、ヨーロッパフィギュアスケート選手権でも規定4位、ショート1位、フリー1位で圧勝し、 世界選手権の初優勝へ向けて、破竹の勢いで勝ち進んでいった。1981年の世界、フィギュアスケート選手権では、規定を4位で通過し、規定を特訓した成果が出て初優勝へ期待が寄せられた。地元の新聞も、規定で4位、金は主中だ。と報じた。ショート単独では1位が、カタリナビット、2位が、デニス、3位が、エレイン・ザヤックで、 ショート終了時点で総合で、デニスが2位、ザヤックが5位。フリーでは、ライバルの15歳のザヤックが3回転を7回も飛び、うち4回は、トーループ、2回が、サルコー、1回が、ループ技術点で5.9を3つも出して、激しく迫る。デニスと母は、ビールマンスピンを中盤と最後の2回やることに決めて、リンクへ出ていく。デニスは3回転を3回飛び、 ルッツ、サルコー、トゥループ、ビールマンスピンを中盤に1回、最後のコンビネーションスピンでは嫉妬の姿勢に入った時に観客から期待する拍手が沸き起こり、ビールマンスピンで総立ちになった。ライバルのザヤックの地元での開催で観客が総立ちになったことはデニスを喜ばせた。技術点ではザヤックに劣ったものの、芸術点では5.9が7つ、5.8が2つで、 最高の評価を得て優勝した。世界選手権の1ヶ月後の1981年4月、ホリデー・オン・アイスとの契約が成立し、プロへ転向した。デニスは、その活躍から1979年と1981年には、スイスの女子スポーツ最優秀選手に選ばれた。プロスケーターとなってからは、アイスショー及びプロ競技会に積極的に参加し、 世界プロフィギュア選手権で優勝を果たしている。スケート選手が片足を後方から頭上に伸ばし、伸ばした足を手で保持した状態をビールマンポジションと称し、その状態でスピンを行うことをビールマンスピンという。ビールマンポジションのままスパイラルを行うことをビールマンスパイラルという。これらは非常に大きな柔軟性と技術を必要とするため、二重関節体質の 持ち主もしくは幼少からストレッチを行う通して高度な体の柔軟性を持った選手以外にはほとんどを行うことができない。筋肉量の関係で男性でこれを行える選手は非常に少ない。ビールマンスピンの名称は1977年に特徴的なスピンを成功させたデニス・ビールマンにちなんで名付けられたものだが彼女は ジャンプやスピンの回転は時計回りの選手であった。ビールマンスピンの原型を最初に行ったスケート選手は1960年代半ばに活躍した旧ソビート連邦のタマラ・ブラトゥスとされる。最近の日本においては中野ゆかりが2000年シーズンに初めて国際試合でビールマンスピンを行ったが1980年頃から演技に取り入れる選手はいた。現在では 2006年トリノオリンピックで金メダルを獲得した荒川静香のほか、世界選手権2度優勝者の安藤美希や武田奈也など多くの選手が演技に取り入れており、また、海外女子ではイリーナ・スルツカやサーシャ・コーエン、アリス・サシズニーらが得意技としていた。また、片手だけでの保持でビールマンスピンを行う選手では、バンクーバー五輪銀メダリストの浅田真央やミラリュン、 スイツルミなどが有名である。ビールマンスピンを取り入れている。男子選手はあまり存在しないが、トリノ語、ワガネメダリストのエフゲニー・プルシェンコや、ソチち語、ワガネメダリストのハニュー・ユズルをはじめ、ショーン・ソーヤー、デニステン、シワタレー、マイケル・クリスチャン・マルティネスらが、ビールマンスピンを披露している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。